渡辺拓也さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。すみません、なんかうちの司会者が結構ほったらかしにするタイプで、はい、すみません。まこさんっていう似顔絵屋さんがいるんですけど、はい、こうまこさんにこう世界中の日本人サッカー選手の似顔絵を描いていただきながら、各地のサッカー情報だったりとか、これから海外に挑戦したい子たちにのヒントになるような情報だったりとかをインタビューしていけたらいいな、やらせていただいてます。渡辺さん結構いろんな国に行ってらっしゃるんですよ。アルゼンチン、カンボジア、ネパール、モンゴル、タイ、ラオスで会ってますか？はい、6カ国、はい、すごいな。うん、最初に海外に出たサッカー選手としてこうチャレンジしたのは、うん、いつですか？23、24まで、JFL と J2 のゴールドトライアルを受けたんですよ。はい。で、徳島のセカンドチームの監督さんが気に入ってくれたんですけど、まあ、その年がサテライトリーグが廃止される年で、うん、まあ、もう呼んだところで、まあ、トップに昇格することはおそらくないというところで、まあ、監督さんも呼んだけど、うん、まあ、1年後におそらく、どうにもできない状況になっちゃうから、うん、まあ、人生選択としてしっかり考えた方がいいよっていう話をちょっとお互いして、うん、その後に海外に行くっていう選択肢に切り替えました。あ、ラオスは多分このプロジェクトの中で初めての国、ラオスサッカー。あ、そうなんですか。そうそうそう、初めてで、もう貴重貴重貴重。串田さんとは知り合いなんですね。対面済みなんですか？はい、対面済み、うん。まあ、現在もラオスですか？現在ラオスです。なんでめっちゃ電波、うんうん、ラオスの時差は2時間です。タイと同じですね。ちょっと串田さんから素敵な記事を送ってもらったんですけど、モンゴル代表の女子サッカー選手にこうスパイクをプレゼントされたということで、はいはい、なんか女子チームの監督さんが日本人だったので、うん、もう手伝いさせてもらえたらところから女子チームと交流が始まって、うん、まあ、そうするとめちゃくちゃ頑張ってて、ただでも靴とかもなんつうかね、こう適したものじゃなかったりとかというか、まあ、人工芝のグラウンドなんで、まあ、その適したグラウンドのシューズ履いて練習した方が怪我も少ないしいいんじゃないかっていうところで、日本で帰った時に、森山スポーツっていう滋賀県のスポーツセットなんですけど、ちょっと話をしてプレゼントしました。すごいな。もう女子選手全員にってことですもんね。そうですね、全員ですね。すごいな。いや、本当人のために動けるってやっぱ素敵ですよね、はい、本当に。オンラインサロンを開設されたみたいなんですけど、うん、ちょっとそのオンラインサロンについてちょっと聞かせていただければと思います。オンラインサロンは流行ってたんで、ちょっとやってみたいです。いや、出来上がった。はい、出来上がってます。どうでしょうか？ありがとうございます。ありがとうございます。僕、ちょっと質問していいですか？はい。日本のキングコングの西野さんってご存知ですか？もちろんです。ラオスに小学校を建てられたって聞いたんですけど。うん。あ、そうなんですか？あ、知らなかった。行ったことありますかって聞こうとしてました。そうなんです。ちょっと行ってみます。はい、ぜひもういつか似顔絵描きに行きたいと考えてます。うん、ラオスに。ぜひその次は聞いたらお願いします。あ、お願いします。はい。はい、サッカー少年少女、もしくは海外に行く前の自分、もしくは好きな言葉をください。楽しむですかね。おお。一番っすね、これが。やっぱ、そうだね。今、似顔絵見て思ったのが、日焼けしたなと思いました。似顔絵見て思ったの。
ラオス鏡ないんですね。黒って、いつも言われますもん、黒って。顔を見て、確信に変わったね。いやマジで、そのやっぱり髪の色が茶色いのは、うん、そうしないと現地人と区別つかないからなんですよ。これから海外に行く子たち、何を準備したらいいっていうのを聞きたいな、みんな。パスポートっすね。そりゃそうでしょ。結構いるんですよ、パスポート持ってない子。海外行きたいって言ってて、うん、で、最終的になんか話したらパスポート。そういうやつはもう、あれっすよ。パスポート取ったとしても契約できないっす。できない。そんなやつは。すごく厳しいね。ビザも準備しろって言いたいね、じゃあ俺は。あの空港で、僕のビザどこにあるんですかって言われたことあるよ。僕、日本、九州は大分県で似顔絵屋さんをしてます。落書き屋のまこと言います。で、世界中で描くぞって決めて、いろんな国に行ってみたりしてたんですけれども、コロナで、高尾さんからオーストラリアに呼んでもらえるってだったのがコロナで頓挫して、それでオーストラリアの高尾さんのサッカースクールの子供たちをズームで描いたんです。で、その流れから、この海外に日本人のサッカー選手がたくさんいるっていうのが僕にとってはすごい面白いと思って、じゃあまた似顔絵させてくださいっていう流れでこのプロジェクトが立ち上がりまして、で、僕は人知れずの野望がありまして、名探偵コナンの映画に本人出演したいという野望がありまして、それをしたことがあるのが、2005年の日本代表の J リーガーたちのみということで、世界中の皆さんのようなか選手とつながっていって、最後、コナンにね、つながってる。だから、みんなで応援してること、マコさんを、うん、この夢にね。で僕、コロナなかったら本当に現地に行って書くので、もしその、うん、ここで書けるよみたいなところがあったら、そのお金いらないので言ってください。ちなみに、今まではどこで書いたんでしたっけ、どこの国で。インドで120人ぐらいインド人の子供書いて、ボストンで100人ぐらいハーバード大学の近くの若者たち書いて、チリで、マラソン、砂漠を走るランナーたちを書いて、あとは、シンガポールでホリエモン祭りに来てた人たち書いてみたいな感じで、うん、今7カ国ぐらいかなって感じなんですけど、うんうん、コナンの関係者がいたらいつでも連絡ください。お願いします。